2020年7月13日です。昨年の7月13日 NHK から国民を守る党のボランティアでここに来ました。ボランティア頑張ってますという動画を撮ってもらうために門田さんと会いました。虐待シールも3枚貼ってます。来年もここに行きたいと思います。